ケルント・ナートア劇場は、オーストリア帝国、ウィーンに、かつて存在した、歌劇場。ホテルザフ・ザ・フハ建築家、アントニオ・ベドッチの設計により1709年、開場した。劇場主配人、ヨーゼフ・アントン・ストラニツキーのもと、宮廷劇場でありながら、あらゆる階層に開かれた劇場として親しまれた。なお、ケルント・ナートワとは、ケルン天文を意味し、 同盟の縄文の脇に位置していたためにこの名で呼ばれた。1761年11月3日に創建当初の建造物が消失し、1763年にニコロパガシシの設計によって再建された。1869年、ウィーン宮廷下劇場が新設され、宮廷劇場の機能が吸収されると、翌1870年に閉鎖された。跡地には、 現在ホテルザッハーが建っている。ビバルディは晩年におそらくケルントナー東ア劇場のためにオペラを書き、劇場の隣の宿舎で1741年に没した。もう一つの宮廷劇場であるブルク劇場でフランスやイタリアのオペラが上演されたのと対照的に、ケルントナー東ア劇場では主にドイツ語の劇が上演され、このために当初ドイツ劇場とも呼ばれた。 イタリア語はしばしば、ドイツ語喜劇に混ぜ合わせた形で上演された。ハイドンの初期のジング・シュピール作品である、審判セムシの悪魔は、このような形態の劇の例である。1776年に、ヨーゼフ2世が、ブルク劇場を、国民劇場とする改革を実行して以来、ケルントナートは劇場は常設の劇団がなくなり、主にコンサートや他から来訪した劇団の上演に、 使われる場所になった。ハイドンのドイツゴーラトリオ、天地創造は1798年に、シュバルツェンベルク公爵邸で指摘に初演されたが、公開初演は、翌1799年3月19日に、ケルントナー島湾劇場で行われた。1814年5月23日、ベートーベン唯一のオペラ、フィデリオがここで初演された。 ナポリのサンカルロ劇場支配人であったインプレサリオのドメニコ・バルバヤはウィーンに進出しケルントナー東亜劇場の事実上の支配人の座に着いた。彼は1822年にウェーバーのマダンのいてのウィーン初演とロッシーニのゼルミーラのウィーン初演をこの劇場で行って大成功、ウィーンにロッシーニ旋風を吹かせた。翌年にはウェーバーの オイディアンテがこの劇場で初演された。1824年5月7日、ベートーベンの公共曲第9番とミサ・ソレムニスが初演された。ありがとうございます。